ビルジニー・ドゥモン・ブルトンは、フランスの画家である、パイ・コールド・カレー犬のクリエールに生まれた。父親のジュール・ブルトンは、ブルターニュの風景や人々を描いた、写実主義の画家で、おじのエミール・ブルトンも画家として知られる。父親から絵を学び、父親の友人の画家たちの中で育った。1880年に、風景画家のアドリアン・ドモンと結婚し、はめ、モンジュロンに住み、夏には、 パイコールドカレー圏の各地で、夫妻で絵を描く生活を始めた。1880年からサロンドパリに出展を始め、1883年に二等メダルを受賞した。アムステルダムの国際博覧会の展覧会で、金メダルを受賞した。1891年にパイコールドカレー圏の海岸の町、ウィッサンに、ベルギー人の建築家の設計で屋敷を建て、夫妻で移った。 1893年のシカゴ・バンコク博覧会の展覧会にも出展した。ゴッホがデュモンブルトンの作品をもとに描いた作品1885年に創立された女性画家彫刻家連盟のメンバーとなり、1892年に他のメンバーと対立ししばらく脱会したが、1895年から1901年の間は連盟の会長を務め、 エコールデ・ボザールに女子学生が入学できるように運動し、1897年にその運動は成功を収めた。1894年にレジオンドヌール勲章を受勲した。ノルマンディの漁師やその家族を多く描いた。ドゥモンブルトンが赤ん坊を抱いたロバタの女を描いたロムエスト・ EN メールはパリの美術雑誌レモンド・イルストラに白黒写真で掲載され、 多くの画家の模写作品を描いたフィンセント・ファン・ゴッホによってその写真から模写された。ありがとうございます。